皆さんはミイラを見たことがありますか？人は生まれ変わるとき、肉体が腐らないよう保存することで来世での復活が信じられていたそうです少し笑っちゃいますよね。ひょっとしたらミイラより人間の方がよっぽど腐っているのかも。次回、デジモンゴーストゲーム博物館の回。